キュリウムは原子番号96の元素。元素記号は Ce⁻。アクチノイド元素の一つ。超ウラン元素でもある。安定同位体は存在しない。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、免震立方構造で、約摂氏500度で、耐震立方、さらに約摂氏1000度で、六方細密重点構造が安定となる。比重は、理論値で 13.51、融点は摂氏1340度、沸点は摂氏3520度。原子価は+3、+4価。元素名はキュリー夫妻に由来する。1944年、シーボーグ等により、プルトニウム239に32106イブのアルファ粒子をぶつけることにより、キュリウム242が作られた。その後、いくつかの同位体が発見されたが、最も半減期が長いものは、キュリウム247の1560万年である。最も大量に入手できるのは、キュリウム244。アメリシウムに中性子を照射することによって、キュリウムが人工的に作られる。レーザー光で励起したトリスピラゾリルボラと、キュリウムトライスピラザラルボーラと C⁻ 複合体溶液中のキュリウムイオン C⁻3 の傾向。キュリウムは銀白色の金属で安定同位体は存在せず、すべてが放射性である。化学的性質はガドリニウムに似るが、ガドリニウムよりも複雑な結晶構造を持つ。キュリウムには19の同位体が存在する。しかし、安定同位体は存在せず、すべてが放射性である。さらにキュリウムには4つの核異性体が存在する。質量範囲は233から252まで。最も半減期が長いのは、キュリウム247で1560万年の半減期を持つ。その他にも34000年の半減期を持つ、キュリウム248、9000年の半減期を持つ、キュリウム250、8500年の半減期を持つ、キュリウム245などが比較的安定している。残りの同位体は30年未満の半減期を持っており、その大半は35日未満の半減期を持っている。原子力電池や惑星探査機のアルファプロトン X 線分光計、実験用のアルファ線源としての用途がある。ありがとうございます。